称は YOWNER です。ニックネームは BOI。12月30日生まれのヤギ座で。はじめまして、BOI です。あれ？あなた、僕に似てますね。この島に一人ぼっちは寂しいです。他に誰かがいたらいいのに。GIRLFEMALE です。ニックネームは GIRL。好きな色は赤です。GIRLFEMALE。GIRL という人がこのマンションに引っ越してきたみたいです。早速、挨拶に行ってきます。GIRL です。一緒にいると楽しい女だそうです。お腹が空きました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは。もうお腹がペコペコです。いただきます。
実は、僕たちに赤ちゃんが生まれました。この度、MII 島に市役所がオープンしました。市役所では、新しい住人を登録したり、登録した住人の情報を見ることができます。他にも、様々なことが、この市役所で行えますので、ぜひ一度お立ち寄りください。以上、ニュース特報。TIRL がお伝えしました。こんばんは。この島が良くなるように寄付をすることにしました。外に出てみてください。ニュース特報です。この度、噴水広場に募金箱が置かれることになりました。MII 島を豊かな島にするため、ぜひ、寄付にご協力ください。皆さんから集まった募金は、MII 島の管理人である、BOI のそっくりさんにお渡しし、島の繁栄に役立ててもらいます。なお、募金は1日1回のみとなります。忘れずに、噴水広場まで足をお運びください。さらに、募金が終わった噴水広場では、様々なイベントが催される予定です。以上、ニュース特報。TIRL がお伝えしました。BFBOSS です。BFBOSS でございます。
理想と現実のギャップに悩む男です。何でもいいから食べたいです。いただきます。お礼にこれをあげます。人の悪口を言う人は嫌いです。こんばんは。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。いただきます。みんなから愛されたいです。虫のいい話だとは思いますが、こんばんは。 DOI のそっくりさんって味は得意ですか？今度私にも教えてください。いろいろと不器用ですが多めに見てください。悩んでいるときに
に使う言葉を教えてください。MYAJS でいいですか？はい、わかりました。ニュース速報です。MII 島に待望の服屋さんがオープンしました。店内にはカジュアルからフォーマルまで様々な服を取り揃えてお客様のご来店を待ちしています。早速服屋さんに訪れた GIRL さんはこれからはきっとおこが島の流行発信地になると興奮気味に話していました。なお、店頭に並ぶ服は毎日入れ替わるそうなので頻繁に来店することをお勧めします。以上、ニュース速報 DEF がお伝えしました。いらっしゃいませ。